はい、今回ご紹介するバイクはですね、ドゥカティのモンスター696、こちらはプラスになりますかね、ちっちゃいんですけど、カウルメーターバイザーみたいなのねついてて、あとシングルシートカウルがついているという仕様だったかと思いますけど、詳しい方よろしくお願いしますね。わけがですね、はい、モンスターですね、新しいね、最初に出たモンスターはドゥカティを、一躍ですね、救済したような車両だったようでございますが、はい、こちらはそのモンスターの、まあ、2代目になるんですかね。フルモデルチェンジしてフレームも一新、エンジンも、ちょっと変わりましたがね、うん、あと、まあ、車体見てみたらもうガラッとデザインが変更になったモデルとなります。はい、でマフラーもね両出しのアップタイプですね、そんな感じになりました。で、最近のというか新しい時代のねネイキッドバイクということでヘッドライトのデザインも大きく変わりましたね。普通の丸型だったよね、以前のはね。はい、そんなモンスターでございます。はい、でこちらはですね、ちょっとまた仕入れをしてみたんですけど、ちょっとですねいろいろやっぱり直さなきゃいけないところがあったりとかね。で距離はねあんまり走ってないんですよ。実際のところはですね、距離をね見ていただくと、このね696パチ、ちょっとエンジンかけてみますかね、6981キロね。で調子いいですね。これほらスロットル開けなくても普通にアイドリングしちゃうんでね。はい、こんな感じです。はい、でまあね、まあちょっと温まってないんであれですけどね、はい、こんな感じですね。はい、でヘッドライトが HID です。はい、 HID すごい明るい、うん、でハイビームはねハロゲンね。はい、色すごい違いますね。はい、こんな感じですね。まあウインカーとかねこんな感じでね、はい、まあ点滅するわけですけど、あとまあ一番気になるテールライトをね一応見ましょう。テールライトどうですかね。はい、ね、これは LED ですよね。はい、ここは電球ですね。はい、ね、なのでね、はい、ちょっとエンジン切りますかね。はい、そんな感じです。ということはね、どういうことかというとですね、例えばね距離走ってないんでタイヤです。タイヤこれ溝あるんですけど、実はですね溝はあるんだけど古い、うん、2011年のタイヤですかね。で後ろもそうなんですよ。後ろも溝あるんですけど2011年のタイヤということで、やっぱりタイヤねすごいいっぱいあるんだけどな、タイヤはね前後とも新品に変えたいななんてね思ったりいたします。はい、あと、まあ、車検がないのでね車検取らなきゃいけないですし、まあ見ていただければね、やっぱりほらほとんど動かしてないので、こういうところがね、もうフルードとか汚いですけど、まあ、こういうのね、全部入れ替えて、うん、っていうのはもう、まあ、当然のことになるのかなと。あと、フロントフォークのダストシールがね、ちょっと響いてちゃってるんですよね。だからやっぱり新品に変えたいですよね。で、倒立フォークなので、ダストシールだけ新品ってわけにいかないので、どうしてもやっぱり全部入れ替え、うん、になっちゃいますよね。はい。まあそのあたり。あとですね、やっぱり、放置期間が長いんで、こうちょっとサビがね、いわゆるこれ、アルミ製の部分でね、裏側からもう錆びてきて、塗装がパリパリって剥がれてね、こういう状態。あと、スターターモーターのところもそうですね、多いですよね、これがね。はい。これね。はい。まあ、エンジンかけたから熱いですよ。はい。そのあたりがね、ちょっと、残念な部分もあるわけでございます。はい。まあ、その他ね、これ、ハンドルはおそらくアエラのじゃないんですか？違いますか？はい。ちょっと、失礼します。はい、そのあたりね、ちょっといろいろやっぱり手を入れなきゃいけない部分がありますね。うん、逆に車検取って、普通にね乗られているような車両の方が距離は走ってても、あんまり手入れるところ少なくてね、うん、特にしかも距離も走ってるからっていうことでリーズナブルな販売価格に、設定できたりできるんですけど、
走行距離が少ないというだけでまず高い、走行距離が少ないがゆえに年数が経っているのに走行距離が少ないがゆえに、手を入れなきゃいけないところがいっぱいある。それに合わせていっぱい高く、それも高かかっちゃうぐらい高くなっちゃうみたいなね。だからやっぱりもう少し距離走ってた方がいいですね。あと車検がついててね、普通にこう継続して乗られているような車両の方がやっぱりいいのかなっていうことをね最近思いますけどね、はい。でこれミラーはですね、もともとついてるミラーもちょっと変わったミラーなんですけど、これもなんか変わったミラーがついてるなと思ったら、ここにドカティパフォーマンスが入ってるんでね、ドカパフォのやつですね、はい、純正オプションのねミラーなのかな。これってどういう仕組みなの、ただこれで終わりなんですかね、なんかよくわかんないですけど、でいやこういう風に移動と、あとこれと、だ調整がここで できる、ここでやるんですね、ここでやんないね、できないね、はい。でこれもねアルミのあれが、ね、剥げてて、ちょっとここら辺とかね、ちょっとあの見栄えがあれだからタッチペンしてあります、はい。だからパッと見はちょっとねあれですけど、黒いですけど、ちょっと剥げてる部分があります。こっちは大丈夫なのかな、ね、はい。こんな感じです。まあ、ハンドルはねあれですよね、はい、これおそらくあのアイラの、オプションハンドルじゃないかと思います。オプションではないのかな、アイラのハンドルだと思いますけどね、はい。まあ、あと何かありますか。特に、ね、やっぱり距離走ってないって、しかもやっぱりね保管状態もいいっていうような車両はなかなかね、まあでもそうなるとすごい値段も高くなっちゃいますけどね。あとバーエンドはベビーフェイスね、ベビーフェイスのバーエンドがついております。あとこれ面白いのはですね、こっち側ほらね、ブレーキレバーはまあこういうタイプですよね、やっぱり調整がないやつね、なんですけど、なぜかクラッチ側調節機能に交換されてるっていうね、この距離変えられるやつね、はい。でも4が一番近いんじゃないの、1が一番遠いでしょ、ね、1が一番遠いのね、一番近い国してるんだ。それでもまあそこそこあるかな、はい。クラッチはやっぱり軽いですよね、さすがにあのスリッパークラッチですからね、はい。まあ、その他鍵はね2本ついてますね、はい。ただあのカードがなかったですかね、カードがちょっとないのは残念ね、はい。まあ、その他は特にね、どうですか、ただエンジンの調子はいいですね。特にあのアイドルアップじゃなくて普通にねかかとアイドリングしちゃうぐらいですから、そういう意味じゃねいいのかなと思います、はい。まあ大体ねこんなところで、で、そうですね、車検がないっていうねあれもありますけど、ちょっとね前回のやつの方がはるかに安く、というか前回のよりもこれで高かったですからね、で車検がないでしょ、で交換する部品多いでしょ、で距離すく、で今日は距離少ないということでそういうのになっちゃうんですが、その辺でなかなか厳しい感じがしてしまうんですよね、残念残念ってことないんですけど、ただもう全体的にね中古車高いんでね、なかなかお手頃な価格でっていうのはね難しくなってきますけどね、まあでもあとこれグリップヒーターがついてるんですけど、これデートカさんかなんかですかね、スイッチの、スイッチで2段階に切り替え、ただのオンオフ、ただのオンオフなのこれ、グリップヒーターこれなんだろうな、これはちょっとあんまりよろしくないやな。でもまあついてた方がいいのかなわかんないけど、はい。まあ、そんなね感じもでございます、はい。ということでね、だからまあディスクのねこのヘリとか全然大丈夫ですしね、そういう意味じゃいいんですけどね、そういう意味じゃいい、そんなこと思いますが、はい。ということで、今回はですねドカティ、M696 プラスですよね、はい。パールホワイトね、はい、こちらの車両の紹介をさせていただきました。お付き合いいただいた皆様誠にありがとうございました。失礼します。